上原浩二の雑談魂、雑談魂。はい、皆さんこんにちは。今日はね、上原浩二の雑談魂、雰囲気見て分かると思いますけども、事務所じゃないですよ。ちょっと飲みながらトークをしようということで、この方に来てもらってるんですよ。同級生、生年月日一緒、もう誰か分かりますよね。高橋由伸選手です。選手ってまあ、選手ではないね。まあ、久々に帰ってきたんでね。そうは久々に、ね、まだ俺帰ってきて4日か。あ、そうなの。そんなもんなの、うん、そんなもんかな。もうちょっと経ってるか、まあ、正直いつ帰ってきたかよく分かってないんだけど、ね、俺も分かってないんだ。何ヶ月ぶり。3月の終わりぐらいからやから多分4ヶ月ぐらい、3、4ヶ月ぶり。あれ、その時一緒になったっけ。あれ、仲いいからいいやん。まあ、なんかもう全然なんかもう覚えてないいつ忘れてるだけやろ。もうそれ年取った証拠ちゃうの。最近でも本当なんか覚えてない。いや、でも変わらへんよね。そう、若いって言われるだろ。でも周りみんな変わんなくない。久もそうだしさ。俺久全然会ってないの。あ、そう、この間会ったけど、でもそんなみんな変わらないよ。あ、そう、うん、だって村田さんだってなんか別にずっとその、まあ、あの感じやもんね。確かに確かに。そうでしょ、うん、ジムとか行ってんの。ジムはね、行ってない。たまに走るかなと。行ってる。ジムジムは行ったことない。まあ家がジムみたいなもんだね。何でもできるからね目の前にゴルフ場もあるんだから。そうやな、あるな。でもゴルフ場はカートで行くもん。歩けばいいじゃん。いやいや、俺あんなのカートでちゃんと打つところまで行って楽やん。いや、だから日本来るとあんま上手くないんじゃない。歩き慣れてない。勝ちたい、吉野伸に勝ちたい。吉野伸に勝ちたい。あれ前回俺勝ったんちゃうか。そう、だから直近では多分今のとこ勝ち逃げよね。よし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 、勝ってる勝ってる。もう一回ぐらい、もう1回逃げてはない、逃げてはない、逃げてはないけど、一番最後の勝負は上。まあ頭下げて、あのゴルフやってくださいって言ってくれたらやるよ。別に他の友達が他に友達いるからそこ言って。他に友達いるから他の友達やるから言えよ。日本に帰る、そんなこと言ったら日本に帰ってきて遊んであげない。ゴルフやろうよ、遊んであげない。ゴルフやろうよではビール、はい、ザ・プレミアム・モルツで乾杯しましょう、はい、乾杯。でもね、やっぱサントリーはスコールなんで、スコールでいきましょう。おいしい、え、何それ。あのサントリーの乾杯ですよね、はスコールって言うんで。お、初めて知った。いざ多分今度ドームでもやるよ、みんなで。みんなで、うん、練習しよう。じゃあじゃあスコール、スコール。うん、時間もいいよね、実際今。今ちょうど6時前。え、試合中は飲めるの。試合中ダメだろゴルフじゃないんだからそんな面倒くさいこと。あ、店員さんですか。ユニフォームでございます、どうぞ。こちらどうぞ。これおいくらですかプライスレスです。お二人も本当に相変わらずイチャ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 しちゃって、カメラあるの忘れてませんでしたか。もう気にしてないの。もうあんま気にしないうまくやってくれるんだろうと思って。もう熟年カップルの域ですねさあ、ここからはようやく本日のメインテーマとなっております。今回はサントリーさんとのタイアップ動画です。ありがとうございます。いやいや、感謝です、サントリーさん、ありがとうございます。本当に来週の8月1日東京ドームでサントリードリームマッチ2022が開催されますよね、はい、でもちろんお二人も出場されると。はい、はい、そこでサントリードリームマッチ2022に出場する選手たちを紹介しながら、はいはい、レジェンドたちが繰り広げてきた名勝負について、うん、今日もたっぷりと投稿していただきたいと。はい、え、今年はお客さん入るの。そうです。満員。満員ですか。オッケーなんだ。はい、すごいよ、本当超満員だから、うん、いや、そういうのことやったことないから、うん、ちょっと どんな空気ですか。いや、だから久々になんかあのこうやって人前で野球をするちょっとした緊張感ありますよやっぱりその自分も、ね、少しは思ってるけど、うん、周りもやっぱりそれなりにできるんだろう、できるんだろうと思われてるっていうのと自分に当然もなんとなくもうちょっとうまくできるんじゃないかと期待しちゃってるから緊張感あるよね。あ、やっぱりちょっと皆さんにいいとこ見せたい。やっぱり変な姿は見せたくないじゃない。吉野伸ってやっぱりイコールかっこいいとかそういうクールのイメージがあるわけよ、まあ、なんかもう常に完璧王子みたいなイメージですよね。潰したいそれお二人もねちょっと試合のまず気分をね、オーケーオーケー、今から感じていただくためにユニフォームを、はい、着てください。この上からでいいの。あ、はい、どうぞどうぞ。
あ、いいじゃないですか。新入団みたいな。あ、本当だ、襟出てるから、ね、そうですね、吉野部さん。新入団ですね。会見しそうな感じです ね。着替えたところで参りましょう。今年のメンバー、こちらの皆さんです。26回目の開催を迎える今大会。まあ両チーム本気の再編成。だからまあよりファンの皆さんがこう心ときめくような、はい、よりビールが美味しく進んじゃうような編成じゃないですか。でもちょっと若返った感じもしますね。そうなんです、再編成しているということで、はい、早速ね、まあ、5人の新戦力獲得しております、うん、新戦力、はい、石原良幸さん、吉村優輝さん、大引慶治さん、片岡康幸さん、荒波翔さんという5名が加わっております。安なんか久々だな。どうですか吉野部さん、この5人の新戦力。まだまだ動けるし、逆に怖いよね。そのあ、怖い、その去年とか五十嵐とかやっぱ球速かったもんね。だって終わってすぐ そうだね、引退してすぐとかだったりするでしょ。で今村とかも今まだやってるでしょ。あ、そうなんだ。打球とかすごいからね。だGGとかもすごいもんね。去年バッティング練習とかすごかったよ。GGさんこの間1日だけね、現役復帰みたいな感じで試合出てらっしゃいましたよね。あ、そうだね、なんかやってたね、うん、であとはね、やっぱりそのお子さんが野球やってたりすると、上もそうだけど一緒に動くんだよ、ね、やっぱやってるから。あ、そっか。もう宮本さんとかもすごかった。去年すごかったよ、新谷さん。へえ、めっちゃ動けてた。あら、そう。あ、でもそしたらじゃあ上原さんなんか最近ね、この日焼けも、この日焼けは住んでるところが暑いね。でもなんか住んでるところは外出たらもうめちゃめちゃ暑いんだけど。結構息子さんの練習に付き合ってるというのも。付き合ってるよ、投げてるよ。ねえ、ピッチングの動画も上げてらっしゃいましたよね。もう肩痛い。だってで、あれってサントリーさんへのアピールなんじゃないですか。俺こんだけ今年投げられますって。違うよ、CM だよ。どっかの。待ってんねんけど全く来へん。でもね、投げれるわけでしょ。でも遠投とかはほんま無理やで、うん、50メートル限界で。吉野さんはどうですか、バッティング練習は。僕は去年の5月でしたっけ、以来一切野球やってないんだよね。待ってください、バット触ったりは。バットはね、頼まれてあとのお届けしに行くぐらい、こうやってお届け。バットは欲しい、欲しいっていう。あ、じゃあ今日持ってきました。じゃあ吉野さんはちょっと不安を感じている。不安です、めちゃくちゃ。だからでも外野やろ、内野まで中継でいいんちゃう。そうそう、だからそこはね、ただ転ぶんじゃねえかなと思うよ、タモクエで。いやだ、そんなちょっと運動会の。そういうお前を見たいな。でも転ぶと思うよ。さあ、そしてね、今年あのバースさんが、いやいや、はい、僕の憧れですよ。去年ね、ちょっと来日が叶わなかったので、うん、はい、今回は大阪にいたんでね。いらっしゃいます、85年の、はい、阪神タイガース。はい、上原さんやっぱりちょっと目輝いてます ね。いや、どうだってサインもらおうかなって。もらうんですか。自分のグローブにサインもらおうかなって考えて。グローブに、うん、ピッチャーそういう人多いよ。あの、自分が投げてない時関係ねえと思ってるから。じゃあそれは こういう試合だからだよ。あの、普段も割と自分が投げてない時は関係ないと思ってる人多いから、だからすぐにサインもらえないことないでしょ。結構ピッチャー多いじゃん。ちょっとそういう風に実は見てたんですね、吉野さん。あいつらいいよな、こういう、こういう試合だからよ。本当の試合でそんなことせえへんよ。本当の試合はこういう人、吉野頑張れとか、こういう感じで。すごい、なんか必死に彼女で言い訳する人みたいな。ね、言い訳する彼氏状態になってますけど、うん、そしてドリームヒーローズ見てまいりましょう。ドリームヒーローズ、3人の新戦力、はい、はい、3人、鶴岡さん、江藤さん、立山さん、どうですか。江藤さん、久しぶりに、あ、お会い、江藤さんも最近会ってない、久々だな。何年ぐらい会ってないですか。僕はね、4年ぐらい会ってないと思う。もう4年、俺もっと会ってないか。会っているよ、4年前。あ、一緒におってん。 それだ。なんか本当に2人は基本一緒にいるんですね。結構ね。ね、なんか。でも江藤さんは、俺は広島でやってるから。あ、そっか、対戦。対戦は結構してる。嫌だったな、あの広島のメンバーは。うーん、野村さん、前田さん。相性悪い人いるよ、打たれちゃう人が。前田さんね。言うなよ。打たれちゃうから。言うなよ。だって実は前田さん、誰だっけ、誰かが言ってたんだよ。オープン戦で一回もスイングしないのに、開幕戦の一スイング目にお前からホームラン打ったらしいよ。そんなん言うなよ。打たれたでしょ、開幕で広島戦にライトに。多分ね、打たれた。俺が2年目の時かな、多分。
かな、うん、どうですか。だってまた対戦する可能性もあるわけじゃないですか。あるね。ねえ、どんな気持ちですか。そういう現役時代のこう、現役時代からやっぱりすごい人だったから、うん、サイン入りバットもらったそこもらうんですね。もらうもらう。いやいや、前田さんって全然あげない人なんだって。へえ。俺もらったから、もう嬉しすぎて、いやでもだから、でも今回はまた敵になる。対戦したいけどしたくない、前田智則さん、うん、だから巨人の野手でやったら、だって俺対戦してないやんか、村田さんとか、うん、篠さんも対戦したことないし、まあちょっと上すぎるから、うんうん、現役の時に投げたことない人に投げてみたい、うん、あってなると、まあやっぱりそのジャイアンツ時代のチームメイトの皆さん、うん、であったり、やっぱり掛布さんとかも対戦したことないし、うん、あ、山本昌さん味方で良かったなって感じじゃない。ああ、対戦したくないですか。いやいやだ。え、やっぱ現役の時のなんか嫌なイメージあります。もうそのイメージしかないから嫌だな。いや、相手のピッチャーのこの、どうですか。西色9人。あの、吉野さん警戒してるピッチャーの方どなたですか。下さん。ああ、下根さんもダメだった。でもね、下根さんちょっと克服したんですよ、ちょっとだけ。ああ、現役の時、うん、あの1年間全然打たせてもらえなかったけど、2年目からちょっとだけ打つんだったんだけど、だから打てないまま終わってたのはやっぱマサさんなんだよね。ヒサとやってほしいな。うわっ、高橋対決。わ、確かにヒサはね、学生時代があるんだよ。ああ、大学の時にね。その時はどうでした。めった打ち。へえ。そうなんだ。打ちまくってやった。ヒサは吉野部と松井さんにはボコボコされてるってことやな。そういうことですね。上原さんはどうでしょう。警戒してる方います。ドリームヒーローズのメンバーの皆さんの中で。ラミちゃん多分ね、去年抑えられたと思って来るかもしれない、ね、子供が生まれたから、うん、気分がいいから。いや、気分がいい。おめでたい。おめでたいから。真中さん嫌だな。真中さんって構えるやんか、うん、バッターボックスのライン、本当にライン上で構えてんのよ。だからインコースがないのよ。でもあの人はインコースが弱点なのよ。だから本当にここで構えてライン、ね、バッターボックスのライン上あるやんか、うん、本当にデッドボールぐらいのボール投げてもあの人打つ振るのよ。そこでインコース投げれないピッチャーは真中さんにやられる。攻略法はもうなんかしっかりと、攻略法は逆にインコース、うん、分かってる上原さん、はい。思い出した。ここでいかに交渉するかだよね。あ、ゲストブッキング。そう、ゲストをいかにこう交渉するかっていうのをちょっと、俺も試合やめるわ。いや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 。ちょっと9イニング3時間で何人交渉できるかっていうのをちょっと。裏テーマ、裏でちょっと。裏で。バース来てくれへんかな。それはちょっとすごいですね。だからさっきも言ったでしょ。だから投げてない間関係ないから。ああ、そう。裏で多分。なんかカメラ回し始めたりするかもしれない。本当だ、なんか俺そんななんかちゃんと真似ちゃん、ちょっとベンチ入れよ。え、私ですか。あの、交渉して交渉係私役に立つかな。いやでも交渉するわ、うん、頑張るわ。確かにこれだけね、レジェンドの皆さん集まってらっしゃいますから。古田さんとか。あ、古田さんどうですか。古田さんの名の打ち方あんまりいいイメージないんだよな。あ、古田さんね。古田さん去年始球式の時にさ、うん、あのマウンドで写真撮ったんだけど、写真俺もらってないんだよな。石原さとみさんとさ、そう、誰の携帯で撮ったんだろう。あ、そこが謎。古田さんか。呼びかけときます。吉野さん。え、なんで写真撮ったの。いや違うの、古田さんがなんか知んないけど、バーって投げ終わったらマウンドに行って写真撮るぞみたいな、俺バッバッ立ってたからさ、なんか言ってるか、何を言ってるか分かんないんだけど、とりあえずついていこうと思って、そう、ついていこうと思って。ずるー、そんな俺らで写真を撮ったんだけど、その写真が俺には未だいないんだよ。じゃあ古田さんに言った方がいい。ね、あの、古田さん吉野部さんに写真をあげてください。特に意識する相手ってどなたですか。いや、対戦する機会があるんだったら多分吉野部になるだろうね、うん、真剣勝負ないですか。ないと打席で。まあでも真剣になれるシチュエーションにならないもんね。まあチームメイトは昔のその東西対抗ってあったやんか。 あれはでも対戦してない。対戦してない。俺は松井さんとはやってるけど、うん、まあドリームマッチですかね。なんかちょっとそういう夢の対戦。じゃあ俺がドリームヒーローズ行こう。チームお、俺そっち行く。あれ、ちょっと待ってください。移籍します。移籍。あれ、トレード。もうトレード決定。あら、決定。
っと待って、ってことは上原さんがそのトレードっていうことが実現すると、本当に由伸さんとの対戦が、そうそうそう、実現可能でしょ、あるかもしれない。1球目にデッドボール当てればいいわけでしょちょっとデジャブですかデジャブですか、なんかそんなシーンを去年見たような、去年ラミちゃんに初球デッドボールや俺そうやそうですよ、ちょっとまた同じことやるんですか上原さん。いやだから去年はいろいろあったんだって俺にも。いやいやいや、上原さんと対戦するってもしなったらどうします、うん、いやしたいけど、うん、やっぱもう結果が気になってやだよね、うん、抑えたら言うで俺。あうわうるさそう、次がないかもしれないじゃん、もうそうですね、あ最初で最後かもしれないか、そうそう、もう勝った方がもう完全にさずっと言うね、ずっと言うもんね、うわそれが嫌だよ。いや吉野アイス買うてきてとかそんなんじゃないそんなんじゃないそんなんじゃないそういう系じゃないすいません、私の中の優位がそれなんですよどう攻めます上原さんは。俺がフォークちゃんと投げれたら面白いと思うけど、うん、そんなん投げてないからさ、まっすぐしか投げてないわけやから、バッティングピッチャーなんて。いやまだ数日ありますから。そうやな、フォーク練習しとこう、練習した方がいいんじゃないですか。フォーク投げたら俺卑怯もんって言うよ。おー真っ向勝負してこいやと。いやそんなんずるいやんそんなん、じゃあまっすぐ投げてやったらそれはバッター有利やんか。え吉野さんは上原さんどう攻略します。いや基本ストライクゾーンに投げてくれると思ってるから、うん、とりあえず思いっきり振ります。おーストライクゾーンに投げてくれると思ってるからね。やっぱりこうお二人のイチャイチャっぷりはファンの皆さんの間で有名じゃないですか。そうだろ、はい、だからそのイチャイチャしてるお二人がそうやってちょっとバチバチになるっていうのは大丈夫か、どんな感じになっちゃうんだろうって。俺もう抑えたらすっげえガッツポーズするじゃん絶対こうやって大きいガッツポーズしたんだ吉野さんはどうですか、打ったとして。いやほら一郎さんが打って喜んだらそれ前だから淡々とした方がいいよって言ってたから何にも出さないと思ういやーなんか嫌だわそういうの嫌やわいいですね、お互い出せよそれはちょっとそれ現役の時やろ意識し合ってますね、お二人でも打ちたいよね、嫌だもん、打ち取られたとかって言われたらもう一生言われ続けますよ。だからずっとちょっと今、ね、次の年の対戦まで持ち越しやからね、うん、そういうちょっと考えてたけど初期俺セーフティーの構えするわ。もうやめろよセーフティーとか、お前膝壊してから一歩前に出してもう弱点、そう膝壊してから膝とハムともうどんな手を使ってでも勝ちたいぐらい。それはやめて、壊してから動けないからやめて。それはいや吉野さんからそういう言葉が出てくるぐらいやっぱりだからお互い本当に意識してるってことですよねうん、自信ありますか、どうですか上原さん。ストライクは投げれると思うけど、うん、打ち取れるかどうかって言ったらそれは分からへん。打ち取るもしくは三振どうですか。三振にはならないと思う、打ち損じっていう感じかもね、うん、早い回にやりたいな。遅い回って多分みんなもうよっぺろべろ酔っ払ってるやろ、客すげえヤジ飛んできそうじゃない割とね早いやつピッチャーが打たれるんだよ、ね、130ぐらいがちょうどいいんでしょ。そう逆に100切るぐらいが打てへんねん。そうだからそのふわふわふわっとくる方が打ちにくいよね。そうだから上なんかもしかしたらちょうどいいかもしれない、打ちやすい感じの、うんうん、まあやっぱりまたね私たちも私なんかだと本当に、まあ、上原さん吉野さんなんかは子供の時に見てたやっぱりこうスーパースターの皆さんがでこんなだって1日にこんなたくさん一気に見られるわけですから本当でもこうやって野球ね我々もこういったメンバーで野球やる機会もそんなないからね。それはもうね、じゃあサントリードリームマッチ2022への、はい、ぜひ意気込みをお二方それぞれ聞かせていただけますか。じゃあ吉野さんやっぱり、ね、2,3 年前まではやっぱりフェンス越したいって思いがあったんだけどもうさすがにもう越えないなと思ってきてえそうなの、越えるっしょ。やっぱね振っても飛ばないんだよね、やっぱねスピードが落ちてるんでしょうね。だからね練習とかでも、ね、フェンス越えないんだよやっぱり。だからちょっとあの考え方変えなくちゃいけないなと思って、うん、やっぱこきっちりねちゃんとヒット打たなくちゃヒットそう吉信さんのじゃあまあ抱負としては相手によって確実にヒット打つってことですね、うん、4打数3で相手によってその一個のアウトはだこいつだけとはもし対戦したらですよこいつだけやっぱ打たないと他はいいんですよ、しょうがないです俺だけはいや
ちょっとあの雑談魂のアシスタントとしてはやっぱり上原さんをもう本当に全力で応援したいところなんですけど、うん、今日の感じ見てると私ちょっと吉野さんに頑張ってもらいたいなって思いました。何で今日の感じでどういう感じ、ちょっと待って、今のちょっと気に入ってならんな、何今日の感じって。上原さんもうなんかもうちょっと、うん、あのダダこねる感じとかちょっと悪いところが出てるなと思って。ダダこねるとかあった今、うん、基本ダダこねるわけだから、うん、そうそう基本がそうですよね、ダダっこだから、ダダっこ。じゃあちょっと吉野さんに頑張って打っていただいて、ちょっと上原さんを黙らせてほしいですね。吉野応援か、はい、ちょっと誰だからね、上原からねホームランとか打っちゃいいんだよね、だから高橋吉野の雑談魂ってなっちゃうおっと乗っ取られちゃうかもしれないそう、さあじゃあ上原さんの抱負をぜひお聞かせください。そうですね、まあとりあえずドリームヒーローズに、トレードされて。おトレードっていうことはもう上原さんそうですよね、まあ、メジャーリーグ時代もトレードは経験してトレードは慣れてますから力強いあのダブルヘッダーの1試合目終わって2試合目始まる休憩中にトレードされたから、あじゃあまさにもうもしこの試合の中でトレードって言われても全然大丈夫大丈夫、慣れてる大丈夫、もうすぐ切り替えられる、すぐユニフォーム着替えられる、それは力強い。だって次の日そのトレードされたチーム、まあ、テキサスに行って、うん、ユニフォームないねんね、うん、上だけあったけど下人のユニフォームで俺試合出たからね。じゃあもうどういう状況になっても全然大丈夫です。もう大丈夫全然大丈夫、もうじゃあ吉野さんと戦う準備はできている、うん、できてる、あ行ったり来たりするよね、しんどいやんそれはまあヒーローズ、ドリームヒーローズの方に俺が行ったとして、うん、吉野部、バース、掛布、川藤さんと対戦したいね。あ川藤さんですかやっぱ俺大阪で育ってるから、うん、その85年の優勝の時って考えるとやっぱ阪神がイメージが強いやんか。85年だと上原さんは10歳、10歳か、うん、ね、10歳そう。あの時のやっぱり掛布バース岡田さんのそのねバックスクリーンの3連発もあったわけやんか。そういうのを見てるし、そうだからあの頃ってやっぱその僕らが10歳ぐらいの頃って阪神もそうだけど PL の時代でもそう、そう PL もそうだっけ、そうでしょ、多分そっかそっか、やっぱりすごいなんかそっちも見てたもんね、うんいいです。なんかやっぱあれですね、皆さんも野球少年だったんですね。当たり前やんか。いやいやそうなんですけど、うん、なんかこう皆さんだってそういうふうに言われる選手なわけじゃないですか、うん、なんかそうやってこういろんな選手のお名前を見ることによってその子供時代の思い出が蘇るね、そうやってお酒も進みといい時間を皆さん過ごせそうですね。8月1日東京、ね、そのなんか現役の時と今のメンバー、うんうん、多分すごいギャップがあると思うんで、うんだからさっき言ったように、うん、がっかりさせないようにしたいなといややっぱりそこだよね、まあ、でもね多分ねそれはそれでね受け止めてくれますよ皆さん、うん、しかもお酒入ってるからヤジだけは勘弁して、うん、上原さんちょっと気持ちが傷ついちゃうから東京ドーム投げ終わった後にベンチ帰る時に金返せって言われたなきっと大丈夫ですよ。すごいヤジよ。いやでもやっぱりあのかっこいい上原浩二かっこいい高橋由伸をはい、見たいと思っておりますので頑張ります。ぜひとも素敵な姿をお二人見せてくださいね。頑張ります。よろしくお願いします、はい、さあでは最後に視聴者の皆さんにどちらのチームが勝つのか予想をしていただきましょう。当選した方の中から抽選で3名様にお二人の連名サイン入りボールをプレゼントいたします。お、はいはい、あいいですね、お二人のラブラブボールをプレゼントということですね、はい、ハートを書けばいいでしょ、はい、あいやいやそのいいかもレアですねお二人のサイン入りボール3名様にプレゼントいたします、はい、どちらのチームが一体勝つんでしょうか。予想を募集しますので予想スコアや今日の動画の感想なども一緒にコメントも添えてご応募ください。この動画のコメント欄にどんどん書き込んでくださいね。お待ちしております、はいはい、本番が本当に楽しみですね。はい、ちゃんと調整しなあかんね。バッティングセンター行ってくるわ見たい練習してるバッティングセンター行ってくるわそれも面白いね。え隣の打席それちょっと映像撮りたいよね。てか隣の打席で高橋由伸ってたらもうビビりますよねそれ面白いもうお二人の練習の成果も楽しみにしております、はい、サントリードリームマッチ2022 8月1日月曜日東京ドームで18時プレーボールです。お家で観戦したい方はテレビなら BS 日テレ、公式 YouTube 公式 Twitter でも生配信されます。リンクは動画の概要欄に貼ってありますのでそちらをチェックしてください。ということで、はい、
お酒も飲みながら楽しい楽しい収録をお届けしてまいりました。居酒屋で雑談魂ってやったことある？ないです。初めてです。初めてなんだ。今回いやずっとやりたいやりたいねって言ってて、今回それも、まあ、叶ったのね。サントリーさん叶えていただいて、サントリーさんありがとうございます。本当にでも今度は俺らでやろう。あ、まあもちろんその時は吉野部呼んで、もう思いっきり最初飲んでから回そう、はい。うんじゃねえよ空いてるよ。いやだからあれですよね、このドリームマッチのまあ本当対戦結果次第で、ね、結果いかんでね、うん、それってちょっとおかしない。いやだから上原さん打たれろってこといやまあ上原さんが抑えて言うことを聞いてもらうのか、うん、あーそういうことか。そういうのもあれ、ね、かっこよく上原さんがねじ伏せて、あちょっと出てくれると、うん、上から目線でいくか、うんうん、どうですか。それもありやな、ね、でも俺が打たれたら、うん、こうやって後ろちょっと出てよってこう。あそう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 、どっちにしてもどっちにしても出てよって、ね、そう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 、うん、だからもうそこのプライドもぜひかけて、お二人雑談魂のためにも、じゃあ8月1日の結果次第で。そうですね、はい、結果どっちでも出るってことやろ。そうそうそうていうかもう出てバレたか出ていつでもお待ちしておりますので、はい、まあ、まずは本当にお二人 の、はい、あの対戦を 対戦、ね、対戦があることを期待しておりますので、はい、うん、頑張ります。その時はもう最高の勝負を見せてください、ね、お互い負けず嫌い出しちゃいますから、はい、頑張ります、はい、試合どうなるんでしょうか。8月1日ぜひ皆さん楽しみにしていてください。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。